このヒューマノイドロボットは全関節に油圧アクチュエーターを用いており、その動作の仕組みを説明します。サーボ弁によりシリンダーの各チャンバーに流れる流量を制御することでシリンダーの位置を制御します。作動油は油圧ポンプより油圧シリンダーに供給され、最終的に全てタンクへ戻されます。またリリーフ弁は突出配管の圧力が課題になるのを防ぐ役割を担っています。このようなシステムにより複数のシリンダーを同時に制御しています。シリンダーとサーボ弁をロボットの全関節に配置することで、油圧シリンダーによるダイナミックな動作が可能です。ロボットの制御系は目標の運動軌道を生成する系と、目標軌道からのズレを減少させるための安定化制御系で構成されています。後者において、このヒューマノイドロボットは自動性に基づく最適接触力制御により、ロボットが外界との接触面に発生する目標作用力とその作用点を操作することで、ロボットの運動を目標軌道に追従させています。ロボットの全身の関節はトルク制御されており、計算された目標トルクをローカルの力サーボ系に入力することで、外来に対して柔軟で安定した動作を実現しています。力サーボ系ではシリンダーに取り付けられたロードセルで計測した力を用いて力フィードバック制御しています。